旧車系 YouTuber ヒデチャンネルです。いつもご視聴いただいて本当にありがとうございます。温かいコメントや高評価のグッドボタンなどいただいて本当に励みになります。今日はね、相島である昭和レトロカーミーティングだったかな、博覧会だったかなっていうのにね、行くんですけれども、今ここはね、明石のねサービスエリアです。でそこにね、こんなかっこいい煙が止まってたんで、ちょっと取材させていただくことをできました。なのでね、オーナーさんと一緒にね、いろいろ見ていきたいというふうに思います。この煙ね、サーフィンラインが残っている超希少な車体ですよ。それではね、詳しく見ていきましょう。はい、すみません、オーナーさんお願いします。いろいろ教えてください。はい、でね、あのこの煙、まずね、めちゃめちゃかっこいい白い外観はそうなんですけれども、このグリルがね、僕なかなか見ないですよね。これやっぱ GTR 仕様とは違うっていうところが、これは何かこだわりがあってこのグリルのままでいられてるんでしょうか。ただ単に純正の形が好きなんです。なるほど、これがねオリジナル純正ってことなんですね。でここにね、グリルにバッチがついてますけれども、これはね、スカイラインの文字がありますけれども、これは何のバッジなんでしょうか。スカイラインが出てから20周年、なるほどメダルが、なるほど、20周年。そしてこの車自体も20周年記念というか、なんか記念モデルみたいなだと思うんですけども、はい、色取ったらゴールデンだ。なるほど、なんかね、僕もね、あんまりね、実際自分で煙は所有してるんですけど、その辺のね詳しいことわからないんで、わかる方いたらぜひコメントで教えていただきたいというふうに思います。それではね、フロントじっくり見ていきましょうね。グリルはこういう感じのねグリルとなっています。グレードはね、これは 2000GTX というグレードですよね。このゴールドのね GTX のエンブレムがとてもいいですよね。そしてね、ケンメリといえばこのちょっと丸みを帯びたバンパーですよね。こちらのバンパーめちゃめちゃ綺麗ですね。リプロ品です。リプロ品、これはということは新品で購入可能ってことですか、はい、なるほど。ちょっとね、私事ながら見てみたいと思います。リプロ品めちゃめちゃ品質いいですね。はい、フロントはね、素晴らしいという、フロントはねとおっしゃいましたが、リアはどうなんですか。はい、なるほど。では後ほどリアも見ていきましょう。そしてね、ケンメリといえばやっぱりこの幅広のチンスポですよね。かっこいいというふうに思います。それではサイドに回っていきましょう。はい、ね、この独特の涙型のウインカーもね、めちゃめちゃ渋いですよね。ここね、僕はローレルウインカーに変えちゃってたんですけど、あのレストア後はこの涙型のウインカーに戻そうと思ってます。はい、そしてね、はい、メッキの、ね、ボンネットミラーですよ。これがね渋い、こんな感じ。この年代の車ってこのボンネットミラーが一つね、車のアクセントになっててすごいいいですよね。はい、ということでね、この僕の一番好きなケンメリのこのねボンネットのこの造形、こちらもねくっきりと出ています。かっこいい。はい、そしてホイールはマーク3ということで、これは何かこだわりがあってこちら履かれてたりするんですか。いや別にない。なるほど、ただ単に好きだからみたいな、うん、なるほど。はい、これはフロントは何 J でしょうか。フロント 7J。 はい、ね、しっかりとスピードスターのナットが使ってありますね。素晴らしい。ポイナットですか。を探す。なるほど、なるほど、こんなのもあるんですね。素晴らしい。はい、ということでね、そっか、スピードマーク1だけがなんかこんな感じのナットなんですかね。3とかになると普通のナットが使える形だったような気がします。ね、あんまりね、専門的なことを言うとね間違ってるといけないんで、このぐらいにしておきましょう。そして僕気になったのが、このサイドシルのところにね、こうやってなんか飾りがついてるんですね、はい、これが純正品。なるほど、これが残っているのはね、かなり貴重なんじゃないんでしょうか。こうやってサイドシルのところにねアクセントとしてあります。ちょっと引きで見てみましょうか。
ね。はい、こういう感じで、ここがねアクセントになっててめちゃめちゃかっこいいですよね。素晴らしい。これ材質は多分ねステンレス製なんでね、ここら辺のモールとかと一緒な材質ですよね。はい、ということになってます。さあ向こうの、ね、バイクが来ましたね。さあそしてサイドの方ずっと見ていきましょう。やはりなんといってもねやっぱりここね、サーフィンラインがね残ってて、この若干かぶっているねホイールがめちゃめちゃかっこいいですよね。これリアは何 J を測れてるんですか？リアは 8J。 はい、ということでね 8J だとこれぐらいのね面具合ということです。爪折ると 3mm のスペース。なるほど、爪折って 3mm のスペースは、ありがとうございます。そういうねあの情報がすごい貴重です。これオフセットはちなみに分かります？プラマイゼロ。プラマイゼロ、はい、皆さんプラマイゼロ 8J を、前もゼロ、あ、前もゼロですね。なるほど、はい、プラマイゼロ 8J 3mm のスペースはかまして爪を折るとこんな風にスポッとね、いい感じでかぶります。爪はもともと折ってます。なるほど、はい、ね、まあ、爪を折るとね少し太めのホイールが履けるんで、ね、折る方結構いらっしゃいますよね。はい、そんじゃあねサーフィンラインをぐーっと舐めながらリアの方に回りましょう。はい、そしてねここのドラフトバッジがねめちゃめちゃ渋い、これがアクセントになってますよね。やっぱケンメリはねこのお尻がブッとしててめちゃめちゃかっこいい、これですよ皆さん、いかがでしょうか。やっぱ僕ねケンメリが一番好きだからやっぱすごいワクワクしますね。ということでリアの方を回っていきましょう。はい、リアはねこんな風になっています。はい、ね、ワンピースもスポイラーがついていて、そしてこれは後期用の後期のあれですよね、テールの周りですね。僕も最近知りましたね。こういう風にねこう造形が細かいオーナメントになっているのが後期ということで教えてもらったんですよね。はい、そしてオーナーさん、マフラー結構太めのものが入ってますよね。これは何パイのデュアルなんでしょうか？50パイの出口です。なるほど、はい、50パイの出口っていうことでめちゃめちゃ渋い仕様になっているというふうに思います。はい、こういう感じでね反対サイドも回っていきましょう、ね、やっぱりここにねスカイライン、そしてこう GT というこのバッジがついているのがこうアクセントになっていてめちゃめちゃ渋いというふうに思います。そしてね紹介してなかったかなと思うんですけど、ケンメリはこちらが給油口になってますよ皆さん、ね、ここからガス量を入れてください。真ん中はすぐ取れるんで取ってます。はい、ですよね、まあ、一個飛んでた。ここねパリッてペリッて飛んでいくんですよね。はい、ということでね結構旧車オーナーさんに結構多いんですけど、まあ、そういう風にね飛んでったりする部品はあるけどあえてつけないっていうのはありますよね。はい、ということで中に置いてあるらしいです、はい、こちらもねサイドの方ね、ぎゅっと見ていきましょう。こんな感じ、このサーフィンラインが残っているケンメリっていうのがねめちゃめちゃ貴重ですよね。さあさあ、最高にかっこいいというふうに思います。はい、それではねオーナーさんの許可をいただいたんでちょっとね室内の方をざっと撮らせていただきたいというふうに思います。まずね、はい、こちら 2000GTX っていうねゴールドのエンブレムがついたこの内張り内装、これねやっぱ GTX だけあってこう質感がしっかりしてねやっぱ高級感ありますよね。はい、ということでね室内に回っていきましょう。だから GTX なんでここにね手巻きハンドルはないんですよ皆さん。はい、そしてね中の方を見ていきましょう。こちらに、はい、パワーウィンドウのユニットがあります、ね、で先ほどおっしゃっていたね飛んでいくやつ
ここにありますよね。そしてハンドルはダッツンコンパクトということで、そしてね GTX なのでパネルは木目になってますよね。このねあの Z の三連メーターとかって結構有名なんですけど、ケンメリもね計 1,2,3,4,5,6,7 7連メーターになってるんですよね。この当時の車って結構こういうメーターがいっぱいついているものがあってめちゃめちゃ好きです。そして先ほどからねステッカーが貼ってあるように夢のクーラー付きです。オーナーさん、クーラーはちゃんと効きますか？ちょっと効きます。汗かかん程度ぐらい。なるほどね、汗がかかない程度には効くということで。来年改良予定。なるほど。また改良したらねどういう風に改良したかとかよかったら教えてください。はい、はい、ということでね、いやーかっこいいですね。最高にかっこいいという風に思います。あ、そうそう、そしてね GTX なんでこのねシートはねこういうモケットタイプのシートとなってますよ。形状はねこれはもうね仕方ないですね。はい、形状はね多分共通、ほとんど変わらない。細かいところはもしかしたら変わってるのかなと思いますけど、こんな感じになってます。オーナーさんありがとうございます。ちなみにエンジンはやっぱダメですか？エンジンはちょっと急なんで汚いんでちょっと。なるほど、はい、わかりました。油まみれ。なるほどね、エンジンはね実はお見せしたいんですけどね、今日はね急に来ることが決まったんでね、ということでエンジンはまた今度ということでお会いできるのを楽しみにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしこの動画が良ければ高評価のグッドボタン、そしてチャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いします。コメントや応援メッセージなんかいただけると本当に喜びますのでぜひお寄せください。それではまた次の動画でお会いしましょう。僕はねやっぱりここからの見た目が好きかな。車はねお尻が好きなんですよね。バイバイ。